お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、季節はね、梅雨になってしまいました。まあ毎日ね、ジメ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 としてね、もう息苦しいっていう感じだとは思うんですがね、皆さんもね、お体に気をつけながらね、過ごしていただけたらなと思います。はい。で、まあ先日ね、お話ししていました、こちらね、ローディのね、 HMA4500 というね、パワーモス FET を使ったね、パワーアンプをね、紹介していこうかなと思います。しかしですね、これね、電源がね、入りません。で、そのね、電源が入んない理由なんですが、これからね、ちょっとね、中開けてみて対処できたらいいかなと思うんで、はい。で、まあ、もしね、これ今動画撮ってますが、対処できなかった場合は、この動画もね、ボツになると思います。はい。まあ、ボツになるというかね、部品外して、パワーモス FET の生きてるか生きてないかっていうのね、やる話になるとは思うんですが、まあ、うまくね、修理して音が出せるようになれば、このままね、チェックして音出しまで、視聴までやっていきたいかなと思います。はい。そんな感じでね、始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。それではね、中の方をね、見ていきたいと思います。はい。こちらがですね、HMA4500 のね、内部になります。で、HS8401、8402というね、パワーモス FET がついています。で、まあ、これを買ってですね、4500、4580のね、品番をね、購入して部品取りでね、パワーモス FET 使おうとしてる方が、いると思うんですが、足がね、ハンダ付けがされてて、これ短くなってるんで、ソケットでね、使いたい人は、HMA6500 以上のね、ものをね、購入されるとね、ソケット端子で使えると思います。はい。まあ、今度ね、6500の方はね、紹介していこうかなと思いますけど、6500のね、もう箱がないんで、まあちょっとバラバラになっちゃってるんですが、そのバラバラになってるのをね、紹介していこうかなとは思います。はい。それではね、とりあえず、電源が入って、ない理由をね、これから探っていこうかなと思います。以上です。はい、今ね、ちょっと見てみたんですけど、トランスがね、断線してるっぽいですね。はい、今見てたんですが、トランスがね、一時側のね、断線ですね。まあ、温度ヒューズが入ってて、それがダメなのか。どうなのかっていうところがありますが、ちょっとね、トランス買ってまでできないんでね、ちょっともったいないんで、そんなことしたらお金もったいないんで、部品取り用に買ってあるアンプなんで、まあね、やるなら6500とかね、あの辺をね、やった方が面白いかなとは思うんで、まあとりあえず、資料がないんでどうもわかんないんですが、まあ、120V のね、巻き線がこれで入ってれば、もしかね、これで 120V の輸出用のね、巻き線がこのトランスに入ってれば、まあ、2割減ぐらいの電圧で交流を入れて動作はできるんじゃないかなとは思います。が、ちょっとね、資料がないんでわかんないんで、ちょっとこれからね、やってみようと思うのと、多分、結構ね、負荷がかかったんじゃないかなと思うんで、回路をね、この中、ちょっとね、悪いとこあるかどうか探ってみたいと思います。準備します。はい。ですね。今、接続の準備ができております。で、交換したのはですね、
ダイオードをね、ブリッジダイオードも、まあ、こんな状態なんでね、変えました。で、まあ、回路見てったらね、2SC の1775、こちらもね、1個、ダメだったんで、交換しました。で、まあ、置き換えないで、これは1775のね、オリジナル、まあ、増幅率同じような感じなもの、他のものとね、同じようなものがあったんで、1個入れ替えてあります。はい。まあ、交換した部品はこれになります。まあ、トランスがね、これで 120V 用のやつの巻き線があれば、いいかなと思うんですが、ちょっと資料ないんでね、そのままちょっと、抵抗値があったところに入れてみたんですが、これでね、電源をね、投入していきたいと思います。で、まあ、そのまま 100V 入れちゃうと、もしね、不具合があって、その、トランスがね、不具合があって、あったりするとね、もう大変なことになっちゃうんで、電圧をね、ゆっくりゆっくり上げていきたいと思います。スライドトランスでね、少し少しずつね、入れていこうかなと思います。はい。それではね、電源投入します。本体のスイッチ入れます。はい。本体のスイッチ入れました。で、とりあえずね、こうやって電圧上げてって、まあ、30V 付近でね、一服ですね。で、まあ、問題がなければ、少し待って、で、まあ、徐々にね、50V。で、まあ、60V から 70V 付近で、リレーがね、保護回路のリレーが、いろんな機種でもね、入るようになってるんで、まあ、その辺はね、一気に、今、保護回路ね、入りましたね。はい。まあ、これでね、多分、大丈夫なんで、まあ、この後はね、100V を入れて、チェックをね、していきたいと思います。はい。まあ、一応ね、これで、音は出ると思いますが、もう一回ね、これで 100V をやって、軽くね、バイアスの調整等をして、視聴していきたいと思います。はい。そんな感じです。以上です。はい。それではね、中身のね、紹介していきましょう。まずね、これが HMA4500 です。で、HMA、この上がね、上というか、まあ、これの品番違いが4580っていうのがあって、まあ、似たようなもんですね。はい。で、まあ、4580も自分持ってるんですが、部品取りでね、持ってますが、それも、動くかどうかちょっとわかんないです。買ったままなんでね。で、まあ、とりあえずこの4500が一番手前にあったんで、持ってきた感じになりますが、見分け方、パワーモス FET。このバッジがね、あるものが、このモス FET が入ってます。で、まあ、3000番台とかは、多分ね、トランジスターじゃないかなとは思います。はい。だからね、購入の際はね、間違えないように購入してください。開けてトランジスタだったら、まあそれはそれでいいんですけどね。まあ、ショック受けるんじゃないかなと。もしね、MOS FET が欲しくて買った場合はね、ショック受けるんじゃないかなと思うんで。まあ、このパワー MOS FET。まあ、プリメインのやつもありますが、そちらもね、パワー MOS FET のバッジがついてます。はい。で、バッジで紹介なんですが、まあこれがね、ちょっとね、HMA9500 マーク2のね、バッジです。フロントについてるバッジです。こんな感じなんですよね。こういうエラチックなやつがついてるんですが。これがね、ローディの MOS FET の証だと思います。はい。で、まあ、4580じゃなくて4500か。これは4500は、これで終わりにして、次、こちら。これがね、先日、動画で紹介しましたね。SA MOS、3A の MOS FET ですね。はい。結構ね、いい音じゃないかなとは私は思うんですが、うん。こんな感じでね。2SK135、2SJ50 が入ってますね。はい。
こんな感じでね。で、今回ちょっとね、奥の方に入ったんで持ってこなかったんですが、他のね、アンプの中に入れて、HMA6500 をね、の部品を使って、このソケットね、こちら最初にも言いましたが、ソケットでね、使えないですね。TO さんのソケットだとちょっと短いんですね。足が切っちゃってあるから。ハンダ付けで、4500も4580もね、ハンダ付けでそうなってます。で、6500のやつはね、ちょっと足がちゃんと普通に純正の長さがあるんで、もしね、なんかこれからアンプを作るための予備パーツとかにするんであれば、6500以上ね、購入された方がいいと思います。はい。まあその分ね、多少高くなっちゃうんですけどね。まあジャンク品でね、5000円ぐらいだったらいいんじゃないかなとは思いますけど、今5000円じゃ買えないのかな。はい。で、まあ、この3A モスをね、この間聞いていただきました。今日はね、この4500を、120V 仕様のね、入力のトランスに入れて、とりあえず動くようにした感じのやつをね、聞いていこうかなと思いますが。まあ、これがね、まあ、MOS FET のアンプで、まあ、簡単な回路でね、鳴らせるようになってると思います。はい。まあ、これもそうですけどね、大したものが入ってないっていう感じですね。はい。で、はい。今写真入れますが、HMA9500M1。はい。これが M1 ですね。で、こちらがね、HMA9500M2。はい。まあ、これ、リスニングルームから持ってくっとね、えれえ重たいんで、HMA9500 の M1 をね、紹介していこうと思います。はい。はい。それではね、HMA9500 の M1 をね、紹介していきます。って言ってもね、はい。こちらのね、基板になります。これね、なかなか珍しいと思うんですが、HM9500 とね、基板だけをね、買ったんですよね。はい。で、まあ、左右チャンネルの基板と、電源部ですね、これね。はい。で、18000のコンデンサー4本。ですね。まあ、あと他にもね、こういうのがあって、あるんですが。まあね、これをね、用意したわけは、HM9500 のね、M1 を今持ってるんですが、まあ、あっちはね、純正品に対してのね、自分の思いを込めた改良をね、少しずつはしているんですが、まあ、それじゃなくて、この HM9500 のね、M1 の基板を使って、この基板を使ってですね。で、前回話したと思うんですが、HMA6500 のね、中身の、パワー FET を使って他のケースに入れてあるんですが、で、そこにこれを入れてですね、で、まあ、R カットコアトランスとかね、なんか違うトランスをつけて、まあ、今あるね、HMA9500 と違う方向の音を出していきたいかなと、まあ、実験でね、そんな感じでね、ずっと考えて進めてきているんですが、まあいつものごとくね、まあまあ、こうやって買うは買うんですが、まあ平気で10年とかね、経過しちゃうんで、まあそれがね、オーディオのいいとこかもしんないですけどね、なかなかね、車だとそうもいかなくて、趣味だとね、オーディオはね、こういうふうに長くね、のんびりね、自分のペースでできるからね、いいかなとは思ってね、生涯の趣味だなとはね、私自身は思っていますが。まあでもね、こうやってね、考えてる時間もね、結構楽しいんで、本当だったらね、HMA9500 をね、ここに持ってきて、中身ね、見してもよかったんですが。まあその動画はね、HMA9500 の M1 のね、修理の、動画がね、最初の方にアップしてあるんで、それをね、見ていただければ、中身はね、どんな感じかわかります。はい。まあね、この基板を使って、まあ例えばね、抵抗類もね、純正品じゃなくて、まあこの辺も全部入れ替えちゃって、で、音の違いとかね、まあ、
HMA9500 のね、進化をさせたいために、実験台とするアンプを作りたいというね、いうことですね。はい。まあだから、まあ定評のある抵抗とかね、まあいろいろ入れてったり、初段もね、変えてみたり、まあいろいろね、できることをやって、まあメインアンプでやるんじゃなくて、まあこういう、今ある、アンプ、使ってるアンプの同じものを使うことによって、まあできるだけ自分の行きたい方向性を定めながらね、パーツの選定とかをして、まあその実験をしながらね、メインの方のね、調整等をね、できたらいいかなと思ってね、日々精進しているところでございます。はい。まあね、多分、これ見ててもね、面白くないですよね。はい。ただね、これはラッキーでしたね。結構高かったですが、まあ買っといてよかったですね、これはね。はい。まあそんなんでね、これから、4500の方のね、視聴をね、していきたいと思います。はい。それではね、準備したいと思います。以上です。はい、それではね、再生していきます。お疲れ様でした。今回ですね、HMA4500 のね、修理をね、やってみました。まあ、修理をやってみたっていうかね、輸出仕様のね、120V の、端子があってよかったかなと、トランスの巻き線が残っててよかったなと思います。はい。100V のね、一時側がね、断線しちゃってたんで、まあ、これでね、まあ、しばらくはね、使えるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、もともとね、部品取り用でね、用意してあるんで、何機種かね、こちらは用意してあるんで、まあ、使うためじゃないかったんですが、まあ、でもね、すごく素朴でね、MOSFET の良さが出て、安く買えていい音なんでね、ぜひとも皆さんにね、紹介して、まあ、いいなと思った人はね、安く購入してみてください。はい。そんなんでね、今回はこれで以上になりますが、またね、MOSFET シリーズやっていきたいと思います。はい。それではね、今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。